Thank you.
さっき書き忘れちゃったバジリコ入りのオイルを追加します。美味しそう。いただきます。さあどうでしょうか今日は。塩気がちょうどいいね。まあすりおろしたパルミジャーノチーズも塩気が少しあるんでね、アンチョビとパルミジャーノでいい感じの塩気です。うん、うまいです。はい、ごちそうさまでした。いやこれうまかったよ。あのね、イタリアって緑白赤でしょ。緑はバジリコ、白はチーズで、赤はトマトなんですよ。この3つがもう混ざり合ったもう完璧な一品ね。まあアンチョビはねやっぱりあの脇役ですよ。名脇役というか、僕アンチョビ大好きなんでよく使うんでね、見てる方はいつもアンチョビ使ってんなこいつって思うかもしれないですけど、まあ本当にあのいいお味が出てました。なんかこうナポリチックなね、やっぱ南の感じなんですよねこの味。トマト、バジル、アンチョビ、最高。ということで今日は、ナポリ風のね、ちょっとこうトマトとバジリコと、なんだトマト、バジリコ、アンチョビ、そして仕上げはパルミジャーノチーズという北のチーズを使いましたけども、そういうことでお送りしました。ではまた次回の動画でお会いできたら光栄です。ではまた、チャオチャオ。